私は過ちを犯した。それは取り返しのつかない過ち。私はたった一人の家族を、妹を戦いに送り出した。私は妹を、セラを死なせてしまった。私は自分を許せなくて、けれど自らを裁くこともできなくて、いつの日か妹の魂を救いたい、それだけを願って死にも似た眠りについた。そのまま永劫のような幾百年かが過ぎ、やがてその輝きに触れた時、私は悟った。光は形なき神の姿、この世を滑る思考の存在、神々の中の神の名こそブーニベルゼ。光は神の声だった。輝きは大きな意志となって私に告げた。私が神のしもべとなり、神に下された使命を果たせば奇跡をもって報いると。私が死なせてしまったセラを、かけがえのない妹を再びよみがえらせようと。思考神ブーニベルゼの命に従い、私は人々の魂を救いへと導く者、解放者となった。Thank you.
Thank you.